246からでも見えるような場所にマジックサークルをシルクスクリーンでこれもプリントしてもらってて、自分がやっぱり一番影響を受けたのはこのエアライトっていう作品が、ハーブスオープンの時にコラボレーションさせていただいたパーカー、横山淳さんっていう写真家の方に撮っていただいた写真になるんですけど、こんにちは、どうぞ。ディアスポラスケートボーズの小林万里と申します。フィルマーと、あとはビデオディレクターと、ちょっと服のデザインもやったりですとか、グラフィックのデザイン、あとクリエイティブのディレクションというかもしたりしてます。ここがパーブスというお店になっていて、ディアスポラスケートボーズの初のフラッグシップストアでありつつも、スケートのギアとかも置いていたりしていて、ディアスポラの洋服が初めてこう全部フルラインナップを手に取って見れる場所でありつつ、スケートボードも組んだり、パーツも揃ってるので、来たらスケボーも始められるみたいな店になってます。駒沢のパークがあるので、スケーターのメッカというかいうようなところにある、あんまりこう馴染みのある人はそんなにいないかもしれないですけど、一応そういう場所に位置してます。じゃあ事務所に裏に行ってみます。でここがうちのちょっと狭いですけどオフィスエリアになります。ディスプレイでそれぞれの好きなものを置いたりしてるんですけど、まずこれがクリエイティブドラッグストアとコラボレーションした時の七味、オリジナル七味です。長野県長野市の八幡屋磯五郎っていうメーカーにコラボレーションをお願いしたんですけど、友達のモデルのみゆちゃんっていう子にブレンドしてもらったような完全なオリジナルの七味になります。その裏が店舗からもちょっと見えたりするんですけど、スケートビデオを並べてて、自分がやっぱり一番影響を受けたのがこのエアライトっていう作品が、中学生でスケボー始めた時かな、初めて買ったスケートビデオで、これは本当名作中の名作で、お店に来る子もやっぱりこういう歴史を知るっていうところがすごい大事だと思うので、見たい人いたら声かけていただければ、 VHS も流せるようになってるんで、ぜひ。ディアスポラでデザインしたキットフレッシュの7インチ廃盤になってると思うんですけど、デザインをやらせていただいて飾ってます。もちろん自分が聞くようもあるんですけど、僕らが初めてフルレングスビデオ出した時のイベントのフライヤーですね。2020年というと本当コロナ直前とかで、豪華なメンツに出ていただいて本当にありがたかった。モンジュ、マソールさん、キャンピー君、 JJJ とキットフレッシュの大ちゃんももと、あと DJ もグルーヴマスポットさん、 RLP& サブマーズ君と、あとビーム君もフィーチャリング出てくれたりとか、トーフビーツ君も出てくれたりとか、楽しかったんですけど、僕がもう当日の朝7時ぐらいまで編集をしてて、疲れすぎてもうそれどころ楽しむどころじゃなかったみたいな、なんかお客さんとして普通に参加したかったなっていうような思い出のイベントになります。僕らがすごい影響を受けたヘクティクっていうブランドの、これがショッパーなんですけど、 T19 っていうスケートチームのヨッピーさんがやられてたり、シンゴさんが働かれたりしてたお店なんですけど、ヘクティクにやってたヨッピーさんと店舗オープンのタイミングでコラボレーションさせていただいて、でその時にパーブスオープンの時にコラボレーションさせていただいたパーカー、リアルマットヘクティクがリアルマットディアスポラになってるっていう、かなりありがたすぎるぐらい嬉しいアイテムです。であとは最近なんかちょっと読んでる本が、珍しく読んでるんですけど、イアン・ボーデンっていう大学教授が書いてるスケートボーディング空間都市っていう本で、なかなか内容が入ってこないぐらい難しい本なんですよ。なんとなく今読み進めてるんですけど、すごい腑に落ちる部分もあったりして、ちょっと時間をかけて読んでます、空いた時間とかに。この辺がちょっと一部なんですけど、機材を置いてて、僕はこの GH5S っていうので、 GH2 の頃からパナソニックを使ってて、それ以来これでスケートビデオも、自分が撮るときはミュージックビデオもこれで撮ったりとかしてます。だいぶなんか体に馴染んでる感じがします。大学生ぐらいの時、ディアスポラのファースト出した後とかに使ってたパナソニックの DVX100A っていう名機を使って撮影もしたりしてて、いわゆるそのミニ DV、 このサイズのビデオテープを使うカメラなんですけど、フィッシュアイをつけた時の画角がめちゃめちゃかっこよくて、16対9には出せない4対3の迫力ある画角というかがめちゃくちゃかっこよくて、地元のマスオールさんっていうビートメーカーの方に
送っていただいた日本酒でオリジナルジャケットみたいなものを作っていただいて、僕らの地元のお酒のパッケージをなんか書いていただいたお酒で、なんかこの紫もパーブスの由来とかを汲み取っていただいて、粋なプレゼントだったなと思ってます。映像も作ってまして、ビデオはしっかり出したいなと思っているので、まあ、それの宝のパートを今ちょっと作ろうと思っているようなところですかね。であとは何だろうな、活動で言うとこういうショップをやってるっていうところで、まあ、自分たちのデッキもしっかり作りつつ、まあ、アパレルもそのスケーター以外にも、まあ、本当に服好きの人たちとかも、来てくれてるようなところなので、スケーターはもちろんそうじゃない人たちにも来てもらえるようなクオリティの高いウェアを作り続けていきたいなとは思ってます。これもキッドフレッシュのっていう友達のラッパーが、自分たちがギャップとコラボレーションした時にモデルをしてくれた時の写真で、横山淳さんっていう写真家の方に撮っていただいた写真になるんですけど、お気に入りの写真で、その横山淳さん、横チンさんがプレゼントしてくれたものになります。キッドフレッシュのがとか JJJ とフェブっていうラッパーが一緒にやってたフラッシュバックスっていうクルーが、ファーストアルバムの兄弟曲というかが僕が初めて撮ったミュージックビデオになってて、これが初めて撮ったミュージックビデオです。めちゃくちゃ今見ると荒削りなんですけど、でも今までミュージックビデオ撮ったことない一スケーター一フィルマーにオファーしてくれて、日本横丁っていう第4のメンバーみたいなやつがいるんですけど、彼もマーファってブランド今やってて、で彼がいやミュージックビデオはスケーターに撮らせた方がいいっしょみたいなことを言ったらしくて、でそこから連絡が直接来て、急に知らない番号から電話来て、なんかミュージックビデオを撮ってもらうって聞いたんですけどいいっすかみたいな来て、そのフェブに言われて、で一回会って曲聴かせてよって聴かせてもらったら、もう結構衝撃的なかっこよさで、あもうやるっすみたいな感じで、僕は今までそのスケートビデオ用のこういうロングレンズのカメラしか持ってなかったんですけど、慌ててその GH2 っていう一眼を買って、本当見よう見まねで撮ったあの作品ですね。なんか荒削りですけど、なんかこれ超えらんないなみたいな、なんか自分の中では思い出の作品です。ターンっていうキッドフレッシュの曲があって、ニューヨークに旅行で行った時に連絡取って、キッドフレッシュのミュージックビデオ撮らせてよっていうことで、まあ、J のパートは川崎で撮って、キッドフレッシュのパートはニューヨークで撮ったっていう、結構思い入れのある作品になります。スタッツとかもミュージックビデオやらせてもらったりとか、僕めちゃくちゃ好きな曲だったんで、ビデオ撮ってほしいって言われた時はやっぱり本当に嬉しすぎて、本当に忘れられない作品ですね。多分好きな人もすごい多いと思うんですけど、ここが僕が中学生の時とかに読んでたブーンっていう雑誌を置いてるとこなんですけど、結構やっぱこの時の雑誌ってすごく新鮮で、地元にいた時は本当に東京との距離を埋めるものがこれしかなかった。今みたいにその SNS とかウェブもそんなになかった時代なんで、これを本当擦り切れるまで見て、なんとかしてこうね東京の情報をゲットしようとしてた本当時代のもので、ネット上にはないこう知識というかがすごいあったりというか、僕もよく先輩に言われてるのが、ググるとディグるは違うっていう風にずっと言われてきてて、多分本当にスマホとかで検索しちゃったらすぐ何らかの回答が出てくると思うんですけど、ネット上の情報量って意外と実は情報の総量で言ったらすごい少なくて、本当数パーセント、自分が実際に経験したこととか、あとはこういう、まあ、雑誌なり、僕はそんなに本とか読むタイプじゃないんですけど、本とかにある情報の方がアクセスしづらい分貴重な情報だったりすると思ってるんで、若い子にも見た方がいいよとも言ってますし、自分もやっぱりこうたまに見返したりして、まあ服とかもオンラインで売ってたんですけど、オンラインで服売ってるだけっていうのもちょっと限界を感じてしまって、個人的にもうちょっとやっぱりコミュニティ作りみたいなことをやっていかなきゃいけないなと僕は思ってて、自分たちがやっぱりスケートショップとかそういうアパレルのお店とかで育ててもらってきたように、なんか自分たちもそろそろ下の世代を育てていくっていうとちょっとおかましいんですけど、なんかそのいろいろそういうコミュニティを作っていく年齢になってきたのかなと思って、まあ、かつやっぱり自分たちの服の服作りもすごくかなりこだわってやってきたので、
そこもやっぱ実店舗で見ていただきたいみたいなところがすごく大きくて、やっぱり店舗欲しいよねって言ったタイミングで、うちのライダーの宝も高校卒業して、ちょっとお店をねやるんだったら俺立ちたいっすみたいなこと言ってくれて、外的な要因もありつつ自分たちももう店そろそろやんなきゃなみたいなテンションになってたところで、たまたまいい物件を見つけて、もうすぐ申し込んで店を作ったっていうような感じになります。かっこいいもんない人とかってやっぱりみんな誠実で芯が通ってるみたいな人が多いと思ったので、あと自分たちのルーツが長野、信州っていうところで、信じるっていう感じ、信頼とかの信、信州の信をちょっとどうにかできないかなと思って、信州の信をちょっと分解してみると、人弁と言うになって、人と言葉っていうふうに分けられるんだと思ったんですね。英語に当てはめると、人がパーソンで言葉がバーブ、パーソンとバーブをなんかこう組み合わせたら、あれなんかいい名前になりそうだなと思って、パーブスっていう名前にしました。このエリアがディアスポラの服が基本的には並んでる場所になるんですけど、これも取り外しができるようになってるんで、これ全部外せば展示とかプロジェクターでビデオ上映とかもできたりするような場所になってます。これがリッキーズとコラボレーションしたジャケットになります。もともとハンティングジャケットをベースにしてるんですけど、かなりアップデートしていて、まあ、あんまりこうディッキーズのインラインがないような配色にしたりとか、まあ、ポケットが両サイドについてるとか、ここもフラップポケットがついてたりとか、ハンティングジャケットとかでこう獲物とかいろんなものを入れるような、あの役割したポケットが後ろについてて、ここはなんかあんまり意味ないかもしれないですけど、ジッパーで外せるようになったりして、結構そういうギミックが面白いジャケットになります。あとはちょっとここがスケートのギアが揃ってるところで、ウィールからトラックから、あとは細かいパーツ、ベアリングとかブッシュとかワックスとかも含めて並んでたり、うちの小物が並んでたりするようなディスプレイの場所です。全部スケートに必要なパーツは揃ってます。でここはちょっとデッキのなんかディスプレイって思われてるんですけど、実は売ってる商品もあって、ここからここはディアスポラの過去のアーカイブのデッキで、カーサービスとコラボレーションした時のデッキで、これはグラフィックデザイナーのグッチメイズ君にお願いしたグラフィックのデッキです。であとは、セレクトしてるファッキンオーサムとかホッキーとかポップトレーディングとかチコスティックスとか、そういったデッキが並んでる。もともとここのビルがあのスケルトンの状態になっていて、そのままもう勢いで、場所もいいしでかい窓もあっていいし、勢いで借りまして、内装は先輩にお願いして、まあ、地元の松本とかもかなりゆかりのある方 で他の設計者店舗でいうと、エンダースキーマのスキマってお店をデザイン、内装デザインしてたりですとか、まあ、そういった方がいて、その鈴木さんにお願いをして一緒に考えていったような形になります。一番特徴的なのがこのライトブルーの床かと思うんですけど、実はもともと歯医者だったっていうところがあって、まあ、床を作るのであればちょっとなんかこう歯医者っていうところもデザインソースとして生かしつつ、自分たちのキーカラーである水色を使いたいなっていうところで、まあ、なんかちょっと病院とかで使われているような、あの長尺シートっていうものを使った床を考えて、ちょっと狙ってやったというか、僕らの希望としては店舗と事務所を一緒にしたいっていうのがあって、でそれでに対して鈴木さんが出してくれたアイディアが、バックヤードと店舗を完全に区切るんじゃなくて、中間壁っていうちょっと上が空いてる、こちら側とあちら側が意識できるような間の壁を立てていただいて、完全に区切られてるとお客さんのこう雰囲気というかバックヤードで感じられなかったりとか、ちょっと見えることでどうなってんだろうみたいな、ちょっとそういった初めて来たお客さんの面白さがあったりとか、サイズの違う窓を設けることによって機能的なそれぞれの雰囲気が伝わるっていう部分と、レジスペースにでっかい窓が開いてるとかそんなにないかと思うんですけど、あとはちょっと誰かが例えばポップアップをここでやったり展示をやったりする時のために、ちょっとしたこうその人の個人商店を作れるような場所になってたりとか、デザイン性と機能性を兼ね備えた中間壁っていうのが一つ大きな特徴かなと思ってます。僕らのその原体験として、東京の原宿とかのかっこいいお店行くと、なんかシャープのアクオスとかそういうモニターが何連かになってついてるみたいな、結構大きなインパクトがあって、やっぱり並べた方が、まあ、見た目も面白いし、こう窓が大きいんで、例えば246で渋滞で待ってる人たちがスケートビデオ見れたら面白いなみたいな感じでつけたっていうような感じになります。これが、お店の
スピーカー BOSE の AW1 っていうスピーカーなんですけど、スケートビデオの音も流したい時もあるし、人からもらったミックステープとか CDR とか流したい時もあるし、カセットテープも今回オープンにあたって作ったんで、それを流したい時もある。このお店の奥のスペースなんですけど、ここが試着室につながるスペースになっていて、246からでも見えるような場所にマジックサークルをシルクスクリーンでこれもプリントしてもらってて、カッティングシートとかでやると思うんですけど、一番最初やっぱシルクの手刷りの T シャツをから始まったっていうところもあるので、職人さんにもうどでかい版を作っていただいて、でシルクで刷っていただいたようなサークルになります。パークがすごく近いんで、やっぱりスケボーに行きやすいっていうところがすごくいいなと思ってて、自転車でパークに行ってからで2時間ぐらい滑って、タカラとかスタッフとかと滑ったりして出勤してきて、そのまま仕事して帰るみたいな流れが生まれて、すごくスケボーもやっぱり楽しいですし、そこで知り合うスケーターも面白い人が多かったりとか、よりスケートに近い生活になった。コミュニティを作っていきたいみたいなところが目的の一つでもあるので、もちろん服をみんなに見ていただいて楽しみながら買っていただける場所っていうのはもちろんなんですけど、プラスなんかそのスケーターとか自分たちの周りのかっこいいアーティストとかお店とかブランドとか含めて、自由に使っていただけるようないろんな人が集まる場所にできればなと思ってて、スケーターだけじゃないいろんな人が集まって新しいものが生まれていくようなコミュニティが作れればなと思ってます。